皆さんこんにちは、ベゾでございます。ファミスタ DS2009 ね、続きやっていきましょう。新井さんが不調か。あー、今岡さん校長やった席の代わりに入れようか。さあ、これでいきましょう。今日は先発は岩田さんね。てくれた、助かった。さあ向こうはダルビッシュ。あー、いや、あー、ボールや、全然ボールや。アイサイド逆使えた。抑えてくれてるよ、頑張ろうバッター陣。おお、はい、はまった今のは。メンチさん3号ソロで先制。これは今のうまく、うまくというかたまたまやけどね。よし、ボールかな今のは。よしよし、ナイスタイムリー。どう？おー、入ったー、平野さんスリーラン。ダルビッシュさん結構見て打てるなこれ。おお、今度は2球ともか。ああ、これは翻弄された、今のは間違いなく。さあ5点取りました。うまくかわしていきたい。
よし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 、ナイスピッチング。今度は全然早い。よしよし、今岡さん、さすが秋打ち。真っ向勝負できたね今回は。あー持って帰った。頑張ってたのに。おー怖い。この範囲まで頑張れ。あ違う、5回あるやん。危ねえ。あーうっそや、なんであんなボルダー持っていくんやこの人。これはストライクだね。あ抜けない。ああ同じようなボールやね。よしよし、これでいい。ミスった。うまいこと捉えた。あーボール球振っちゃった。ああ、ショートからで間に合わないね。
あ、危ない危ない。よーし、捕らえた。どこまで飛んでいくんだ。156m。 8号ソロ。誰？グラマンさん。これもよく見て。面白い屋台になった。さあ満塁で矢野さん。ありゃ、トリプルプレーになっちゃった。あいたたたたたた。また防御率7点台になっちゃった。ああもうダメだ、変えましょう。答えね、右打者桜井くん行きましょう。よしよしよし。ナイスアイアンだ。あぶね。あーしまった。ナイス、うまい、突き放した。9号スリーラン。おお、帰ってきた。あ、岩瀬さんや。岩瀬さんもよく見れば。you
おお、ストライク2つか。このゲーム。さあ、ラッキーセブンはまずはオールスターズからということで、アチソさんでいく方程式で。なんとか1点で済んだぞ。4アンダーか、赤星さん。笑っちゃった。押し出しデッドボール。フェンスダイレクト。うわ、球児さん同士や。よし、リンさん。
うまいこと捉えるね、やっぱり。さあ、こっちはウィリアムさん。おー、狙われた、インサイド。グライシンガー先発じゃないの、グライシンガーってね。ああ、ちょっと外やな。はい、ということで9回ね、もうちょっとウィリアムさん頑張ってもらおう。ああ、危なかった。怖えよ、このゲーム。はい、ということで、今回も長かったね。では、先発が、明日がいわゆる谷間になるんですよね、杉山さんで。あえて谷間にしとるんですけど、別にね。ああ、そうか、下柳さんが次ね。その3回使うのもありやけどね。そうしようか。はい、はい、ということで、次回が15試合目で半分が終わるということになります。お楽しみにしておいてください。それではさよなら。